ヤキブニング、ヤクンテと申しますぞ。今回も前回に引き続き、ボーナス6のような、ヤキでランクマッチに潜っていきますぞ。メンツは、ヤッキー、ヤミリグダ、ヤグトリオ、ヤシヤシラ、ヤッキュ、ヤガコンですな。では、試合まで勝っていない、アリエン。対戦相手が見つかりましたな。対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーは、おっと、アローラ・ゴロニャ。エルガー、マリ、ルリ、ガチグマ、ドラファルト、砂の毛皮。では、対戦よろしくお願いしますぞ。さあ、真っ赤な相手キャッツ、ダックスのワスナの毛皮。有利っちゃ有利。現在、アグトリオ。ブーストエナジーですかな？ブーストエナジーですな。特攻が上がったり、素早さが上がったりですが。ここ、うん。ああ、電気技しか覚えてないとか、まあ、さすがにそんなことはないんですが。ですが、バスクリだった。さて、せっかくブーストかけたのに、お上手でいいんですかな？では、ハチマキ自信！一撃がやり、素晴らしい火力ですな。まあ、こいつの唯一のちゃんとした打点と言いますか、なんと言いますか。あ、お次は誰ですかな？いるならマリルリ。時点でドラパルト。バチグーマ？これは削るチャンスでした。相手にどういう狙いがあるのかは知りませんが、突撃あれのみですぞ。ちなみにヤグトリオは格闘技を覚えますが、騎士改正のみなので、論理的にありえませんな。威力20で最高打点となるケースがあるんなら、まあ入れてもいいのかもしれませんが。一瞬悪くない。ヘビーボンバー、体重差があるとは、ひょっとこれは、まあ別に助けではないよという、感じなんですが、鉢巻きの火力でねじ伏せてやるんですな。一瞬撃破がやり。これが元ボーナス5のメンバーの力ですな。さて、この1の HP で何をしろというのか。マリルリオもいないものというわけでドラパルト。あー、上取られてますが、特に気にすることはないですな。この HP で何ができるわけでもないので、よくやってくれましたぞ。あとは後続に任せればいいですな。ね、お相手のテラスタルを引き出す必要があるよ。ポケモン大好き。野球、あ、ステラダメージは気にしなくていいでしょう。問題はここでこちらの技が透かされたりなんかすること。そしてヤッキーはそもそもドラパルトに役割を持てませんので、お相手が物理の場合は。そしてドラゴンアローを見た時点で物理技はしっかり搭載されている。だからここは様子見でいいんですな。3体目までバラしてしまうというのは良くないことなのかもしれませんが、対戦関係ない、アリエ積んでいたようですな。対戦相手が見つかりましたな。対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーはイルカマン、ハピナス、おこっち、ブラッキーイルカリオ、そして元トカゲ。では対戦よろしくお願いしますぞ。相手の初手はブラッキー、いなみやつだ。我が所ではグルメなヤシヤシラ。はい、スター技は通りませんが、やい玉ぶっ放していいですな。カ様が結構痛いぞ。悪弱点。それはいいんですが、待機時間が長いですな。あー、待った甲斐がある気合玉をお見せしますぞ。気合玉ズドン、一撃がやり。これがこだわりメガネ気合玉ですぞ。あ、ブラッキーに何もさせませんでしたな。で、この決めポーズ。さあ、お次は誰ですか？気合玉の通りは非常にいいので、特に技を変える必要はないと思うんですが、ハピが来た時にはさすがに引いた方がいいんですかな？元トカゲ。おやつは尻尾切りとかありますが、ここを警戒するタイミングでも何でもないので、連打です。尻尾切りですな。問題は身代わりを張って、誰が出てくるのか。そんな身代わりは蹴散らすつもりでおりますし、裏にゴーストはいないので、無効化される心配はない。なので人形は叩き潰す。アーピナスに繋ぐには尻尾切りという技の相性はあまりいいと思いませんが、ルカーリオ。さあ、これでタスキ以上のケアができるよ、という感じなんでしょう。気合いだな！ドン！撃破があり。さて、テラスタルするならここなんですな、お相手し。
結局ルカリオ死に出して同じ状況になりましたが、ややっきを出してもしょうがない。オーガポンを、いや、積んでこなければ問題ないですな、連打で。まあまあまあ、そしてやりましょう。エラッセル、さあゴースト以外何でもいいですぞ。ドン、ノーマルいいですな。弱点はむき出しのまま。相手の狙いがいまいち分かっておりませんが、知ったことではないんですな。神速、なるほど、ノーマル中。入りがありえない、近すぎますな。しかし気合だな、ズドン、一撃がやり、別の気合玉がさえ渡っておりますな。あとはトカゲを残すのみ。この決めポーいいですな。さあ元トカゲ、一歩切りと再生力のコンボはさすがにいいですが、まあロンジャが使うことはありませんので、結局ただ HP 減って交代してるだけですからな。叩き落とす、普通に弱点、これは辛い。私よくやってくれましたぞ、大活躍でしたな。そして物理型ということは、ヤッキーでやることがない、出していない。まあヤッキーでいいですな。ポケモン大好き、まあ、普通に相性も有利でしょうし、ここはジャレつくで、まあ、叩くしかないでしょう。5倍で通る唯一の技、取りましたな。で、必殺の、よしの弾はなくなりましたが、じゃあ、レッツゴー！コロコロコロ！一撃がやり。では、対戦監視がやり。ヤシヤシラ大活躍でしたな。身がスッと戻りますぞ。対戦相手が見つかりましたな。レンタ氏対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーはキチキリスがいますな。そしてオーガポン、岩、ウーラオス、鉄の罪、ファイアロー、キラフロル、アイコー変身室、手を取っている、珍しいですな。アイコー変身室、撃破がありえ、叩き込んでいきましょう。アクロバット、持ち物あり、アクロバットではないですな、この火力は。アイコー変身室、一撃がありえ、難しい火力ですな。千葉、とりあえず、最高キネシス、これがメガネの超火力。翼で撃つ、翼で、翼で撃つ。翼で撃つのメリットは PP がやたらめったら多いこと。そして、こやつがテクニシャンであるということ。まあそういうことでしたな。最高キネシス、ズドン、撃破があり。対戦相手が見つかりましたな。よ、司会戦よろしくお願いしますぞ。あと、ゴーストとイクスパー。お相手のパーティーは、ポットです。ドラパルト、ソーブレイズ、ヤーミラミ、ゴースト。そして、このやつ。おっと。対戦監視がやりえない。まあ、対戦になってませんが。勝ちましたな。ここまでご視聴感謝がやりえない。というわけで、今回のやつの戦績は、42勝から始めて70勝になっておりますので、28勝22敗と。まあ、勝ち越しといったところですな。まあ、順位は落ちておりますが。で、ちょっと後ろが騒がしいですが、今回は残りのメンツの紹介をしますな。これ大丈夫ですよな。ちょっとカットですな。さて、気を取り直して、ヤグットリオですな。テラスタイプはゴースト。まあ、こやつは相手をキャッチしてなんぼですので、有利対面を増やすために無効化テラスタリにしましたな。格闘とノーマルを無効化できればいいやといった感じですな。こだわり鉢巻きを巻きつけておりますぞ。で、技構成はタイプ1地震。で、地震と大変相性のいいストーンエッジ。あとはシャドウクロウ。で、残りは辻斬りとかのしかかりとか突進ぐらいしかありませんので、ロックブラストを入れておりますな。正直、打つ相手があまり思いつきませんでしたので、突進とかは。まあ、そういった技構成になっておりますな。特性あり地獄でお相手をキャッチしますぞ。努力値は HA。まあ、HA でこのステータスなんで、まあ、耐久が大変脆いわけですが。とりあえず、激発の証がついておりますな。不機嫌なヤグトリオ。で、次。ヤシヤシラですな。こいつがこだわりメガネをかけておりますぞ。テラスタイプはタイプ1底上げの毒。で、努力値は HC。技構成は、超強力ヘドロウェーブ。で、もう一つの一応技サイコキネシス。サブに優秀な気合玉。この3つで大変優秀な範囲をしておりまして、
この3つを全て半減以下に抑えるサーフ後にはシャドーボールを打つといった感じですな。特性毒の鎖は正直論理的に発動するような特性でもないんですが、お見通しだとただただ S 関係がバレるので、まあ消極的な理由で毒の鎖にしておりますな。でレベル50のステータスはと言いますとこんな感じですな。特攻200は大変高いですな。まあ耐久がちょっと脆すぎるのでニャケモンとして考察すらされてはおりませんが、論理行きではまあそんな感じですな。攻撃個体値はゼロを粘ってイカ様対策をしておりますぞ。これのおかげで耐える回数が増えたりしますな。で一応グルメの証をつけておきましたぞ。まあこやつに証はつきませんからな。で次、あー厳選苦労しました。ややっけですな。テラスイップはゴースト、まあ、火力底上げで命の玉を持っておりますぞ。配布さんなのでプレシャスボールですな。で技構成はタイプ1ジャレツクシャドウクローで1補正込みでシャドウクローよりも威力の高いウッドハンマーで弱点をつくためのドレインパンチとなっておりますな。特性化けの皮はまあ強力っちゃ強力。しかしステータスがまあこの通りですので、攻撃156でヤケモン入りすることはないでしょう。でこいつは HP を16へのマイナス1調整しておりますな。化けの皮が剥がれてから戦うので HP 調整は若干ややこしいが、まあ結局16へのマイナス1は優秀といった感じですな。努力値は HA 寄りの振り方で、こいつは配布さんなのでクラシックリボンをつけておりますぞ。というわけでここまでご視聴感謝ありがとうございました。